みなさんこんにちは。スワックボーラーのポンです。ジローです。今日はボールパイソンの餌のあげ方についてご紹介していきたいと思います。イエイ。はい、ボールパイソンの食べる瞬間はかっこいいですね、うん、ね、シュッシュッシュッってね。それでは、ヒュイーゴー。ボールパイソンの餌のやり方のちょっとしたテクニックをお教えしたいと思います。まず当店ではピンセットではなく、こういった金属製のピンセットみたいなのを使ってるんですけど、これ爆流鉗子というもので、医療用の、まあ、器具になるんですけども、 Amazon とかで普通に買えますんで、ちょっと調べてみてください。これもともと滅菌した医療器具とかをこうやって掴むものになるんですけど、すごい長くて使いやすいです。で、これ先がちゃんと丸まってるので、先っぽがしっかり丸くなってて、ボールパイソン傷つけないようになってます。ボールパイソンに餌をあげる時の注意点なんですけども、ボールパイソン基本的に非常に怖がりなヘビになってます。そんなことはないけどね、君はね、なってます。なのでケージを開けて上から尻尾持ってこうやってあげる方とかいらっしゃるかもしれないんですけど、それはちょっとあまりおすすめしません。ボールパイソン結構影に敏感でして、頭の上にこうやって影が来たりするとびっくりして食べなかったりするので、なるべくこうやって影にならないように、餌をあげる工夫っていうのをしてあげます。まず餌の持ち方なんですけども、餌のサイズ、これマウスだとしまして、餌のサイズが大きく見えるとびっくりしてしまいますので、こういう風に持ってこうやってこういう風に持ってこうやって顔に近づけてあげるイメージです。そうするとここの面積しか見えないので、ボールパイソン怖がらずに餌を小さいなっていう思って、食いついてくれます。で、次にこうやって持って真上から上げるのではなく、ボールパイソンのいる地面になるべく平行にこうやって這わせて餌をあげます。なんでこうやってボールパイソンがいたら、まずちょっとだけずらしてあげて、でマウスをこういう風に持ってあげます。で、こうやってなるべく地面に這わせて、よいしょ、こうやってあげるイメージですね。ほら、もう反応してる。餌じゃないのにほら、すごい反応してる。で、こうやって地面に這わせて、マウスの動き、ラットの動きを真似してあげる感じです。すごい、この子めっちゃ反応いい。それでは、ポイントもう一度振り返りたいと思います。まず、ボールパイソンの上に影を作らない、そしてこうやって持つ、なるべく面積が小さく見えるように持ってあげる。で、地面に合わせて餌をあげる。これがテクニックになります。ご視聴ありがとうございました。当店の在庫状況は概要欄にありますホームページに記載してあります。よろしかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまたねー。